初寄港したのは中国の海運会社寧波オーシャンシッピング NBOS のコンテナ船ニューミンゾー28です。全長はおよそ150メートルで、広島港に寄港するコンテナ船としては最大クラスです。 NBOS は日中航路の拡大を進める中、これまでになかった瀬戸内海にも拠点をと、新たに広島港に就航を決めました。初寄港に合わせて歓迎式が開かれ、広島港湾振興事務所の廣中信孝所長などからリー・ウェイピン船長に記念の盾と日本酒が贈られました。この就航によって県内の企業、海上運送の選択肢の幅が広がるということになろうと思います。広島港のさらなる利用にもつながるというところを期待をしているところであります。コンテナ船は週に1回ほど広島に寄港し、寧波など中国の湾岸都市を結ぶことになっています。